グルーブ・アルマダは、アンディ・カトーとトム・フィンドレーの二人からなるイギリスのテックのユニットである。1994年結成。ライブは、ギター、ベース、ドラム、それにボーカルを加えた、フルバンド体制で行われる。ビッグ、ビート・ムーブメントの一翼を担う存在として、イギリスでは、ベースメント・ジャックス、アンダー・ワールド、ケミカル・ブラザーズと並んで、高い人気を持ち、2003年の、 ザ・ブリッド・アワーズではベストブリティッシュダンスアクトにノミネートされた。1997年ノーザンスターでアルバムデビュー。1999年にリリースされたセカンドアルバムバーティゴから ICU Baby が大ヒット。この曲は世界のトップ DJ たちにスピンされ、その年のフロアを席巻するとともに各方面から高評価を受けたアルバムも 全英ナショナルチャートのトップ20入りを果たす。ファットボーイスリムとの親交が深く、サードアルバムからのシングル、スーパースタイリンは、彼のダイプッシュをきっかけにスマッシュヒットを記録。バンドを代表する一大ダンスアンセムとなった。2002年にリリースされたアルバム、ラブボックスから、ファンク色の強め、あらゆるポップミュージックを取り込む折衷主義的な、 幅広いスタイルで活動を行っている。デビュー時から DJ スタイルではなくバンドを用いての生演奏スタイルを実践しており、現在ではバンドメンバー16人の大編成でライブを行う。自身もフェイスレスと共に世界一のライブダンスバンドを公言する。欧米での人気ぶりに反比例し、長らく日本での公演が実現しなかったことから、 未だ来日していない最後の大物ダンスアクトと呼ばれて久しかったものの2007年ついに初来日を果たす。満を持たして出演したフジロックフェスティバルレイナノでは初日のホワイトステージの鳥を務めた。そして2010年に千葉県千葉市美浜区幕張海浜公園で開催されたビッグビーチフェスティバルにも出演を果たした。グルーブアルマだ。 ありがとうございます。